今日は最近の僕の食事内容などについてお話をしてみたいと思います。でその前にちょっといただいたご質問についてのお話をしてみたいと思うんですけど、プロテインを、寝る前に飲んでるという方からご質問いただいたんですが、プロテインを飲んだ後に、お風呂に入って寝るパターンと、お風呂に入った後にプロテインを飲んでその直後に寝るパターンとどちらが、いいのですかっていうご質問だったんですけど、そのお風呂に入るっていうことがその、ご質問に関係しているのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、その寝る直前に飲むかそうじゃないかっていうことがね単純に聞きたいというふうな話だとすると、僕の場合はっていうことでお話しするとですね、僕はあんまり寝る直前にプロテインを飲むっていうことはしないですね。だいたい遅くてもですね寝る1時間ぐらい前には、もしプロテインを取るとしてもですね飲むようにしています。で実際今ですね僕つい30分前ぐらいにプロテイン飲んだんですけども、このビデオを撮り終わったら、なんかお酒飲んで寝ようかなって思ってるんですけど、だからそんなタイミングですね。それが一応プロテインを取るとしたら一番最後のタイミングになるかなという感じですね。なので、ご質問いただいた方への、回答とするなら、僕は、もし同じ環境で取るとしたら、お風呂に入る前にプロテインを飲んで、お風呂入って寝るっていう形にするかなというふうに思います。はい。で、サプリメントの話が出たので、最近の僕の、サプリメントの取り方からお話ししようかと思うんですけど、最近はですね、僕、プロテインを、1日2回から3回飲むようにしていて、でタイミングで言うと、朝ごはん食べてから昼ごはんまでの間と、あと昼ごはん食べて、それから何時間かしてからトレーニングするんですけど、そのトレーニングした直後に、飲んでます。で、あと、もう一回はですね、晩ごはん食べた後に、お腹空いたら飲むようにしてますね。で、晩ごはん食べた後に、たとえ時間がある程度3時間、4時間経ったとしても、お腹が空かなかったら、何も飲まずに、お酒は飲むんですけど、お酒飲んで寝る。っていう感じですね。で、お腹が空いてくるようだったら、寝るまでまだ1時間ぐらいあるけど、お腹空くなっていう感じだったら、プロテインを飲んで、で、しばらく経ってからお酒飲んで寝る。とにかく寝る前に晩酌するっていうのは習慣になってますので、お酒は飲むんですけど、プロテインはそんな感じで、最後の、一番最後のプロテインは、空腹感を感じるなら飲むっていう感じで、1日2、3回のプロテインを摂取しています。で、あとついでに、サプリメントの話で、ですね、トレーニングに絡めて、一応カーボドリンクと BCA を、カーボドリンクの中に BCA を混ぜて、で、ドリンクにしちゃって、それを、ちびちびとトレーニング中に飲みながら、摂取するようにしています。だからそのカーボドリンクと BCA はトレーニングをやらない日は飲まないですね。トレーニングやる日はトレーニングをやりながら飲むという感じです。で、終わってからプロテイン飲むんですけど、その時は一応バナナも一緒に食べるようにしていて、そんな感じですね。だからそのバナナとプロテインは、それは一応食事として、食事の代わりとして取ってますので、トレーニングやらなくても飲みます。で、食事はですね、朝、昼、晩と一応3食食べていて、その合間に一応プロテインを入れるという形になるんですけど、その3食の食事は、朝がですね、一応7時に、大体食べるようにしてますね。で、内容は、ご飯 300g と、あと卵焼き、卵はですね、全卵を4個使います。で、大体、毎日ほぼそのメニューです。で、昼は外食が多いんですけど、大体肉とかね、魚が食べれるような定食のメニューのお店に行ってですね、で、それをランチとして食べます。それが大体ですね、1時前ぐらいかな。だからね、プロテインを11時とか、そのぐらいに1回取って、そのあたりでお腹が空いてくるので、1回プロテイン飲んで、でそれから、1時前、12時半から1時の間ぐらいに、昼ご飯を食べるという感じです。で、そこから、だいたい、仕事の都合にもよるんですけど、だいたい4時とか5時あたりにトレーニングを行って、で、結構お腹空いてるんですけどね。だから、トレーニングを行う直前というのは結構空腹感を感じるんですけど、だから、カーボドリンクとね、BCA を入れながら、トレーニングをやって、で、終わったらすぐバナナとプロテインを入れます。で、うちに帰ってから、だいたい晩ご飯が8時半ぐらいですかね。そんな感じです。で、晩ご飯は一応奥さんに作ってもらっていて、
メニューは毎回違うんですけど、一応タンパク質のね食材を入れてねっていう風に頼んでいて、だから毎回肉とか魚は作ってくれてるんですけど、でちなみに今日のね晩ご飯はこんな感じのメニューでした。鮭かな、鮭の鍋にあと刺身のなんかちょっと切れ端あとご飯ですね。ご飯は晩ご飯の時も、ね、一応食べてるんですけど、150g ですねの、ご飯を食べるようにしています。一応その 150g でご飯炊いたらパックにして冷凍しておくんですよ。でそれを朝は2つで、夜は1つっていう感じですね。お昼はね定食食べるのでご飯食べるんですけど、だいたい量はね見た感じで200から250ぐらいかなという感じで、だからご飯は朝が一番多いですね。朝が300で昼がまあそのぐらい200前後で夜が 150g という感じで、まあ、1日、まあ、バナナも入れるとご飯でまあ700ぐらいかな、グラム分ぐらいのまあ炭水化物を取ってるっていう感じですね。それ以外は、まあ、カーボドリンク以外はね、炭水化物は、ほとんど取ってないです。ほとんどというか、間食は僕、そのプロテイン以外はしないので、まあ、それだけですね。で、タンパク質は、そのプロテインと食事で、だいたい体重かける2になるような食事にはなってますね。という感じでしょうか。まあ、そんな感じで、ここのところはね、ずっと、毎日同じような食事をとってるんですけど、今ね体重が76キロぐらいなんですよ。ちょっとずつ、70どうだろうな、去年の年末ぐらいは75だったんですけど、ちょっとずつ増えてって今76に行くか行かないかっていう感じですね。やっぱり、炭水化物をねちょっとやや多めにとってますので、少しずつ体重は増えてってるかなっていう感じですね。ただバルクアップを目指してますので、それは僕の中では全然 OK な感じで許容範囲かなというふうに思ってます。ちなみに、去年の、オフの時はですね、78キロまで体重が増えてたんですね。その時は、まあ、去年はね、コンテスト出るって決めてたので、春ぐらいになったら減量するって決めてましたから、それまでは、まあ、がっつりバルクアップしようと思って、それなりに食べてですね、78キロまで行ったんですけど、結構ね、自分の中では脂肪がついてるなっていう感覚があって、特にね、お尻周りの脂肪がかなり、なんか、こう、日常生活を送ってても、なんかこう、ついてるなって感じてたので、ちょっと違和感があったんですね。だから、一応今回のオフっていうのは、まあ、そこまで体重を増やすのはやめようと思ってましたので、まあ、75ぐらいでいいかなっていうふうに思っていて、で、まあ、そこで、だいたいキープするような、ね、感じだったんですけど、年末年始とかちょっと、炭水化物を多めに取る機会があったせいもあって、今はだいたい76、ぐらいで落ち着いてるっていう感じですね。まあ、このまま今の食事を続けてれば多分体重はね変わらないと思いますので、まあ実際今のところね大会いつ出るかまだ決めてないんですけど、減量に入るまでは今のコンディションをキープするか、まあ、ちょっとずつ増えていくぐらいならいいかなっていうふうに思ってますという感じですね。でトレーニングは、まあ、今お話したように一応バルクアップを目指してやってますので、全体的にこう、まあ、ウエイトとしては僕の中では割と重めを目指してですねやってます。ただそのコントロールできないような重さは持たずに、あくまでもそのフォーム重視、使ってる筋肉をしっかりと効かせられるような、範囲内でねこうできるだけ重たい重量を持つという感じでやってます。ただ疲れが溜まってくると関節とかに、ね、疲労が感じてくるとちょっと重みを落としたりとかっていう感じで強弱はつけてるんですけど、最近はですねこう痛いところとかっていうのが結構、治ってきてですね、割と調子よくできてるかなというふうに思います。去年の年末に僕インフルエンザにかかったりとか、その後風邪ひいたりとかね、こういろいろ体調崩しちゃって、あまりトレーニングができなかったんですよ。で、まあ、それをねもういい機会と思っていそのことをね思いっきり休んじゃえと思って、かなりトレーニング休んでたんですね。やったとしても本当軽めでしかやってなかったりとかっていう期間を1ヶ月ぐらい設けたら、こっちの肩の痛みとかね、あと肘とかっていうのがかなり改善しましたね。だからやっぱり痛い時っていうのはしっかりとねこう休養を入れてあげるっていうのが大事なんだなって改めて実感したんですけど、だから今はほぼどの種目もですね、痛みなくできますので、だから、全体的な感じとしては、もうすごいオーソドックスなメニューをですね、中心に行うようにしています。
だから本当に例えば胸だったらベンチプレスとダンベルプレスとダンベルフライとかね、もう本当そういうごくごくベーシックなメニューで、重さもですね、本当に8、どうだろう、6から、まあ、10いかないかな、6から8回ぐらいで、もうちょっといくかな、まあまあ、そのセットのねこう、タイミングとかにもよるんですけど、あの1セット目あ1種目目にやる、種目っていうのは割とね重たいのをこう当てるようにして、で2種目目以降はちょっとそこから回数設定は増やして、最後の、種目はねパンプを狙って、まあ、10回から12回ぐらい目指すという感じでちょっと、こう波があるんですけど、まあ、でも、痛みがないのでね、本当に、この種目だけしかできないとか、ちょっとこうフォームごまかしてやるとかってね、痛みがあると、そういうことやっちゃうんですけど、そういうストレスがなくですね、今は、普通にトレーニングができてますので、まあ、できればね、この調子を続けていきたいなというふうに思ってますね。まあ、一応ね、ただ足だけ、足がね、去年の年末にこう右足の付け根を軽く痛めてしまって、それがまだ完全に治りきってないので、それはちょっと様子を見ながらっていう感じでやってるんですけど、ただね、その、できない種目っていうか、その痛みが違和感がある種目はあるんですけど、違和感の出ない種目もあってですね、それがすごい助かってるんですけど、そういう違和感の出ない種目で、ある程度ですね、ガツンと負荷をかけてあげて、あとはその違和感が多少出ちゃう種目は軽いウェイトでですね、そのできる範囲で筋肉をコントロールしながら、まあ、ウェイトを動かすっていう意識で行うようにしています。ちなみにね、足のトレーニングなんですけど、今日ですね、ちょっとこう普段ではやらない変わったやり方のねトレーニングをやってみたんですね。まあこうこんな感じ見ると一番手っ取り早いかもしれないですけどね、やってる扱ってる重量はすごい軽いんですけど、実際ね負荷筋肉に感じる負荷っていうのはめちゃめちゃきついんですよね。ね、本当叫ばないとできないやり方なんですけど、まあ、これも、怪我をねした部分には全然負荷がかからなくて、本当筋肉だけが痛くなるやり方なので、まあ、こういうやり方もですね、怪我してる時とか、まあ、そのね痛みがもちろん出なければっていう条件なんですけど、あとはマッスルコントロールを、ね、上達させるという意味でもすごい、効果的なやり方かなというふうには思います。ちなみに、まあ、この、トレーニングの、まあ、1セットしかやってないんですけど様子はジムの、ね、チャンネルの方にアップしてますので、そちらももしよろしかったら、ご覧いただければと思います。はい、という感じで、今日はですね、最近の僕の、食事だったりとか、まあ、サプリ、トレーニングなどについてのお話をしていただきました。一応ですね、まあ、僕もですね、オフにね、どんなものを取ってたかっていうのは、次の年になっちゃうと忘れちゃったりしてですね、実際去年のオフに何食べてたかって、今、こう思い出そうとしても、あんまりね、思い出せないっていう感じで、本当、コンテストに出るとね、それを、機に、こう記憶がリセットされちゃうんですよね。だから、まあ、こうやって喋ることによって、記録映像にもなるかなっていうふうに思ってですね、喋ってるわけなんですけども。ですので、まあ、参考にしてくださいとかね、そういう話ではないんですけど、もし、僕の食事とかにですね、興味を持っていただける方は、今日のお話は、一つの参考にしていただければというふうに思います。今日もご覧いただきありがとうございました。